ステロイド下げる気なんだよね、今回。また下げるとさ、もう一週このようで、ちょっと下げたようで頑張ってもらおうか。多分、今上げてもそんなに変わらん、効かないんですよ。今が 7.8 だからさ、はい、上げてもさ、9ぐらいなんだよね。9か10ぐらいだから、そう変わらんじゃないですか。倍以上変わってくるといいんだけど。もみちゃん頑張ろうか、なあ、もみちゃん頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、あー、てかてか、あんまりむくみがひどくないようだったら、はい、言ってください、変えますんで。でも今回一応 7.1 で出します。はい、ほんのちょっとしか下げ変わらないんだけどね、わずかばかり下げます。はい、だけどこの、ね、この程度のむくみと、うん、これがどんどんそれでもむくんでいく場合もあるに、そうなるんだったらちょっともう量をどんどん上げますので、ね、B を変えます。はい、ステロイドの、はい、だからそうなると安くなっちゃうんだよね、副作用が。そこら辺の兼ね合いなんですよね。いい方の副作用は大陰大陽を水よく飲んでごはん、良くない方の副作用としたら感染に対して弱くなったりする、あ、筋肉が落ちてくる、うんうん、お腹が張ってくる、過呼吸になってくる、時として神経症状、転換とかね、そういうのが起きてくる方もいます。お水最近ちょっと飲む量が少し減ってきてます。まだ2日に1回にねしてきたからだと思うんだけど、まあちょっとこのようにもうちょっと頑張ってみてください。はい、もうね、頑張ってると思いますよ。そう思いますね。ね、ママに毎晩念を送られてるもんね。まだダメだよ。ママちゃんまだダメだからね。まだママと一緒におらなきゃいけないってね。なんとも言えない顔するんですよ、その時。もうだね。なんとも言えない顔。ニュースのところが出だしたのが。去年の夏、今年の12月ぐらいだね、はい、いたのがね、急に大きくなって、うん、ね、でも半額に言えば12月でしょ、1、2、3、3ヶ月頑張ってるわけじゃないか、もう9月でできてるから、ここがかける6だから3、6、18、人間に当てはめればね、1年半ぐらい頑張ってることになるわけですね、そうか、人間の寿命に当てはめて。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で、この大きさで、ね、このももちゃんのサイズでこの大きさだと、人間でいうとここに何が、うおーねー、はい、はい、ちょっとごめんね、顔持って歯磨き、こ、歯磨きしよう、どう見える、見えんか、台が高い、これをちょっとあげよう、ごめんね、ごめんね。
だよね、歯茎の色とかもちょっと薄くなってるもんね。うん、もっとピン、ね、濃いピンク色だと思うけど。あ、下の色とかさ、こういうとこは顔色だからさ。はい、難しいね。難しいね。美味しいんだけどみたいな。美味しいんだけど歯ブラシ嫌いになるみたいな。そんな感じだね。ごめんね。はい、歯ブラシにしておしまいね。家の中は割と暖かくしてあるんですけど、うん、それでもなんかガタ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 震えたり。ありますよ。はい。まあだから血流が悪くなってるわけなんでね。うーん。それは血流を良くするの、プチ断食の話はしてましたよ。あ、はい。やってます。14時間。まあ食べない時間作ってます。やってます。で、残りのじゃあ12時間で食べてるわけですよ。ママちゃん。それはやってください。少しでも、そうすると血流が良くなるはずから。はい、どうぞ。はい。それって大体どれぐらい？毎日毎日。ずっとです。ずっとです。